今日はですね、クリア朝日、夜負けがついていて、カレー粉がついていて、まあ、せっかくなんで、これを使っていこうかなと。中にこれが入ってました。プレミアム、熟カレー、中辛。もう辛い方が好きなんで、辛口が本当はいいんですけど、まあ、中辛です。ああ、すでにちっちゃくなってますね。ちょっと開けてみましょう。多分小さければ小さいほど溶けやすいと思うので、これをさらに4等分ぐらいにしようかな。よいしょ。なんかチョコレートみたいで美味しそうですけど。これ4等分。よいしょ。で、今日はこれ、トマトジュース。水じゃなくてトマトジュースにしてみようと思います。500ってなってるんで、500。はい、500。500を、入れて、ほい、こんな感じで。もったいないんで、この粉も。これでしばらく置いておきましょう。しばらく置いてから火にかけようと思います。今米を炊いてます。すでに5分ぐらい経ってるかな？一方、カレーの方です。若干カレーのルーが溶けてます。で、ここに胸ひき肉、ももひき肉。これを入れていこうと思います。よし。じゃあこれで蓋をして。火にかけてきます。なるべく弱火で、トマトジュースなんで、焦げついちゃうかもしれないんで、ちょっと弱めに。てか、かなり弱めに、弱火にしてます。何分ぐらいかな。まあ、結構ルーも溶けてるんで、10分ぐらい経ったら開けてみましょう。はい。10分ぐらい火にかけて、15分ぐらいかな。蒸してます。開けてみまーす。はい。オープン。ちょっと混ぜてみますか。カレーなのか、トマトジュースなのか。まあ、どっちもなんですけど。じゃあ、米。成功です。米の安定感。じゃあ、かけていきましょう。よし。ちょっとなんかあれかな？底の部分が。ルー焦げてるかな？たっぷりつけて。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。玉ねぎとか、人参とか入れる必要ないですね。もうこれで十分。コクがある。美味しいです。もうね、次回以降は、カレーに水じゃなくて、トマトジュース使おうかなっていう感じですね。すごいコクがあります。僕あんまり、玉ねぎが好きじゃなくて、あんまりっていうか好きじゃなくて、一回玉ねぎなしカレー作ったことあるんですけど、明らかに何かが欠けてるような味だったんですよね。で、その時はトマトジュースじゃなくて、水でやったんですけど、これだったら玉ねぎなしでもいいぐらい、しっかりコクが、深みがある感じです。だから、今回トマトジュースですけど、野菜ジュースでもいけると思いますね。ちょっと今度やってみたいです。うん。そう。あと、さっきから映ってると思うんですけど、鶏皮買ってきたんで、温めました。うん。皮も美味しいね。となると当然これが出てくるわけです。乾杯。じゃあ今日は豪勢ですね。ゆっくり食べていこうと思います。また明日。